ヤクヤモリは、爬虫港有ヤモリカヤモリ族に分類される、トカゲ。日本固有種種小名、クウンシスは、ヤ薬産のノい。東道町オス5.7から6.6センチメートル、メス6.1から6.7センチメートル。背面の体色は、肺褐色や緑褐色で、左右に分かれた、暗色斑が入る個体が多い。腹面には、暗色藩が入り、 虫食い状になる個体もいる。尾光が開口した鱗の間にある鱗が大型。オスの総排泄口の全部の鱗にある穴の数は3から8個だが、南アモリと比較して明瞭ではない。主に上緑紅葉樹林やその林園に生息するが、これらに隣接した道路脇の壁面や民家などの人工物に生息することもある。海岸の岩場でもよく見られるが、 食性のない環境は好まない。昆虫などの無脊椎動物を食べる。繁殖様式は卵生。6から9月にガジュマルのくぼみや岩の隙間などに1回に2個の卵を産む。森林内の廃墟の壁面に大量の卵が産み付けられることもある。開発や護岸開発による生息地の破壊、およびそれに伴い本種より開けた環境を好み、生息場所を拡大している。 日本ヤモリや南ヤモリとの競合、南ヤモリとの交雑による遺伝子汚染などが懸念されている。九州南部では本市と南ヤモリとの交雑個体が広い範囲で見られ、薬島にも南ヤモリが侵入し、交雑個体が確認されている。九州南部や薬島では人為的に移入された木登りトカゲとの競合による影響も懸念されている。絶滅危惧痛類。 ありがとうございます。